はい、いいなそれ、いいなそれ。あの熊本城の復旧というのは僕自身も本当に待ち望んでいたことですので、今日この場に、いられること本当に嬉しく思いますし、こうやって熊本の皆さんが足を運んで、くださっている姿を見て、やはり熊本城の復旧というのは皆様にとっても、とても大きなことだったんじゃないかなと改めて感じました。はい、やっぱりこう熊本城に着いた時からお会いする熊本の皆様の表情がいつも以上に晴れやかだなっていうのがすごく印象的で、僕が嬉しくなるぐらい皆さんちょっと温度がなんか1度も2度もなんか高い感じがしてしました。やっぱ嬉しいですよね。そう、ありがとうございます。やはりお城って歴史の象徴だと思うんですね。震災があって一部倒壊してしまったことももしかしたら歴史の一部かもしれませんし、それを3年半っていう早さで、復旧復興してくださった方々がたくさんいらっしゃるということも歴史の一部だと思いますし、今日からの熊本城はこう足を運ぶごとにこう姿を変化した姿を僕たちに見せてくれる、そんな歴史を感じながら熊本城と共に生活できるってことは我々にとって非常に嬉しいことなのかなと思います。